吉野良成4月4日隊は、日本の出版アドバイザー、芸能プロダクション、オフィスダイナマイトダンシングファミリー代表。東京都生まれ、千葉県松戸市育ち、血液型 AB。少年期は飛行に走り、暴走族、松戸スペクターに加入、16代目総長を務める。その後、建築業、サービス業などを経て、コーディネーターに転身。 その豊富な経験と人脈を生かして、2000年以降、スータの雑誌、テレビ、映画、V シネマの現場に、アドバイザーとして参画。現在に至る。2010年11月1日、警視庁綾瀬署は、路上で面識のない男性を殴って死亡させたとして、吉野を、障害致死容疑で逮捕した。しかし、吉野は逮捕当初から一貫して、これを否認。 起訴後も、無罪を主張し続けた。その後、裁判員制度の下で行われた審理を経て、2011年10月24日、東京地裁は暴行と死亡との因果関係には、言及しつつも、差し迫った攻撃に対し、防衛の意思で暴行を行ったことは否定できない、として、正当防衛を認定。懲役5年の休憩に対し、無罪を言い渡した。 検察側は控訴せず、確定。2012年11月に、その一部始終を綴った、逃走期、無罪、裁判員、裁判372日の逃走、その日を上司した。ありがとうございます。